私、川島由美、この度衆院選に立候補する決意をいたしました。この今の時代、各々の信頼を取り戻す。君たち秘書があのバカちゃんと操作してくれないと。すいません。うまくいくものもいかんだろう。申し訳ない。事なかれ主義の議員秘書と熱意しかないど素人候補者の選挙戦の行方は。個別訪問って違法じゃ。静かに。この草の根だ。疲れてない。決戦は日曜日。私は辞めてやるから。子供あやすみたいなとこあるから、この仕事。